緑区役所調べてみたんですけども、Google 先生はバスで行けとしか言いませんね。浦和駅からバスが結構出てるみたいなんですけども、私は行きはバスは使えないので、ちょっと行き過ぎる感じになるんですけどもね、一旦東浦和駅まで行きまして、ちょっと戻る感じで、2キロ少々ですかね。直線距離で多分2キロぐらい歩いて、30分ぐらいですかね。ちょっと時間はかかるんですけども、行くしかないですね。で、西大宮駅が3時59分発なので、ちょうどいいぐらいですか。どっちだ？これは、武蔵浦和まで行って、武蔵浦和で乗り換えた方が楽ですかね。ちょっとわかんないや。でも、大宮の乗り換えが結構めんどくさいんでね、そんだったら武蔵浦和の方がいいですか。今ね、インターホンでなんか1分以上待たされてしまって、ちょっとギリギリになってしまいましたね。でこちら今から乗るのは、これは臨海線の車両ですね。たまたま来ましたね。臨海線の車両は、E233 と違ってこのストレート車体になっているのでね、若干定員が少ないのが特徴ですかね。だからラッシュ時だとこっちの方が混雑感が強いみたいな感じになります。あれ武蔵浦和ってどっちだっけ、後ろか。ここは、乗り換え機ですね。武蔵野線に乗り換えて、これから東浦和に向かいます。2つ隣ですかね。せっかくだから発車シーンを見るか。これは209と同じ仕様で作られたんですよね、確か。JR そっくりと正面にね、ちょっと電車が止まっているのが見えますが、あっちが2番線の、府中本町方面ですね。で、1番線は向こう側なので、ここから、こちらのね、階段を一旦降りて、向こう側に当たってまた上がるという感じになりますね。はい、ということで、今東浦和駅で下車しました。乗ったのはこれは E231 ですね。武蔵野線は205がね、いっぱいいたんですけども、ここ1、2年でね、急速にこう、どっかから転出してきた E231 とかによって、置き換えが進んでる感じですね。で私はこれから、歩いて、緑区役所を目指します。今改めて Google マップで調べたら、ここから徒歩32分ということなのでね、頑張っていきましょう。はい、ここは東浦和の駅前ですね。なんか今カメラがちょっとおかしくなって戸惑ってたんですけども、これでいいのかな、これでもいいか、これか、もう一つ北側だとちょっと遠回りになりそうなので、ここから行ってしまいましょう。方角的にはこっちですね。ここまっすぐ行って適当なところを、適当なところというか、その辺を、右に、いや、パトカーが行ったあたりですかね。でもこの日がね、相当傾いてますね。今4時36分です。これがだからここから30分歩いて、最短で帰ってきても5時40分ぐらいですか。でちょっとわかんないんですけども、一応南区役所、これ6時ジャストには行きたいんですよね。6時ジャストまでに南区役所に、行けた場合は見沼区役所も行きたいんですけども、もし南区役所に着いた時点で6時を超えていた場合はちょっとね、日没サスペンデッドということで、残念ながら後日、ちょっともういつになるかわからないですけども、後日ということにしたいと思います。ただね、別にそれがそんな悪いことではないので、無理せずにね、淡々と、まず緑区、そして次の南区と行ってまいりましょう。
なんか中途半端な坂だな。この辺はでもちょっと新しい感じですかね、のちはね。武蔵野線が1973年ぐらいでしたかね、できたのはね。まあ多分その頃までなんか雑木林とかでね、それから開発されたらこんな感じになったみたいな感じですかね。まあすごい適当なこと言ってますけどもね。はい、私は結構好きですね、こういうなんかこう、まあ、住宅地団地みたいな感じなんですけども、ところどころに商業施設もね、ポツポツとあるみたいなね。はいはい、与野の中央区役所ですか、あそこに着いたあたりではかなり疲れていたんですけども、まあ、その後ね、西区役所に向かう道と、それから今の、この東浦和駅まで、ここはまあ大体座っていたので、まあ、ちょっとね、少した感じですね。まあ、今のこの状態でもう、緑区役所までね、もう一気に行っちゃいたいですね。で、とりあえずこの道を適当に進んで、この先のファミリーマートがね、まあ、ちょろっと見えてるんですけども、ファミリーマートの角を、斜め右という感じですかね。はい、ここがファミマの手前にある上り坂、通称ファミマ坂ですね。まあ距離はそんな長くないんですけども、結構斜度はありますね。8% ぐらいはあるですかね。あるですかね。で、ここが住所は東浦和ですね。緑区東浦和となってますね。ああ、そこを坂を下れってことか。行きましょうか。はい、駅から14分ぐらい歩いて、ね、まあ、ちょっと路地を抜けてね、まあ、ちょっとした広い道に出ましたが、この先工事してるのがちょっと気になるんですよね。一応 Google 先生はここまっすぐ行けと言っているんですけども、正面が通れないとなるとちょっとめんどくさそうですね。これは、ああ、ちゃんとしたでも国際工業バスだな。本数はどうなんでしょうね。おお、意外とある。はい、ここは車両通行止めでしたね。ということは、まあ、歩道が通っていいと。舗装工事並びに排水施設工事をしています。なんかここだけ止める意味があんまりわかんないんですけども、右を通るのか左を通るのかちょっとわかりづらいんですけども、今左手工事してるので右から行きますかね。警備員さんも右にいますからね。この先の、まあ、道が細くなってるんですけども、こちらが本物というかね、もともとの道幅で、まあ、どんどん広げるための工事をしているという感じですかね。はい、このね、また石がね、あの足の裏の豆に食い込むんですよね。だからできればあまり通りたくはないんですけども、はい、今ね車が1台私の横を通っていきましたけども、まあ、かなり狭いですね。でこれ右側にまあだいぶ土地をね確保してあるので、先ほどと同じような感じでここまで広げたいんでしょうけども、なんですかね、一部地権者との交渉がうまくいっていないのかね、まあ、ちょっと工事はね本格的には始まってない感じですね。で、その目の前でね、右手前から左奥に行く、まあ、斜めの道と交差しまして、でこれ斜め左の方向に行きましてね、でその先の一つ目を左で、右手側に区役所が見えてくるはずです。はい、こちら正面の道が463ですね。これがね、私はそちらに行かず、ここを左に曲がると、あ、そうですね、はいはいはい、この右側に見えているのがイースト、なんとかイーストみたいな施設で、まあ、公共施設群という感じのところですね。あ、ちょうどこれ5時の鐘ですね、今鳴ってるのがね。駅を出たのが33分ぐらいなんで、ここまで27分ぐらい。これはでも区役所の裏側ですかね。できれば普通に表の玄関から行きたいんですけども、まあ行ってしまいましょうか。あ、ここはプラザイーストですね。プラザイーストです。で、あ、その奥の建物ですかね、多分。これはどっちが表かな。はい、区役所の裏に着きましたね。ここは明確に裏ですね。これは2択っぽい感じだが、どっちでしょうね。正面行っちゃいますか。ちょっと遠いけど。やっぱ右から行く。いや、正面行きますか。これ結構微妙なんですよね。南区役所はね、どうかというのがちょっとまだわからない。あ、ここから行きますか。ここから行っちゃいましょう。
はい、こっちの、ね、まあ、駐車場があるので、そっちの面が、表っぽいですね。で、まあ、まだわかんないですけど、まあ、ここがとりあえず緑区役所ですね。表示が欲しい。まあ、おそらくそうでしょう。Google マップが正しければここですね。はい。ここが今日10個回るうちの8つ目で、今5時を過ぎているので、まあ、次のね、南区役所、微妙なんですよね。まあ、今日中に見沼まで行っちゃいたい気がするんですけどもね。まあ、ここは正面にちゃんと書いてありますね。緑区役所。はい。こんな感じです。こちらは緑区役所。では、続きまして、南区役所に向かいましょう。はい、まあ、正面から見るとこんな感じですね。緑区役所、まあ、3階建てで、まあ、平均的な大きさという感じですか。で、次の南区役所なんですけども、武蔵浦和駅から徒歩3分ということですね。まあ、ほとんど駅前ですね。実は私、前に武蔵浦和駅を通った時にね、目の前に南区役所があるのをちょっと見たことがあるので、まあ、ちょっと知っていたんですけども、ということで、また、先ほどのね、東浦和駅に戻りまして、また武蔵野線で武蔵浦和、そして、まあ、多分5時45分ぐらいの電車に乗れると思うので、ギリギリ6時前に南区役所に行けて、なのでね、サスペンデッドにならずに、まあ、最後真っ暗になっちゃうかもしれないですけども、一応南区役所まで今日中に、まあ、なんか行く口実ができたというかね、まあ、そんな感じですね。で、先ほどはね、というか、まあ、この駅が、右前方、右斜めこっちの方向ですね、あるんですけども、行きのね、最短ルートではなく、今回は、まあ、ちょっと遠回りかもしれないですけども、国道463号をね、歩いていくというルートにしたいと思います。はい、で、ここは正面がドーンと矢向になっていて、で、ここを横切っているのが463ですかね。463って、これ、旧道とバイパスが両方あるんでしたかね。この先、何があったかな。あ、463もうおにぎりがありますね。素晴らしい。この先確か川があって、なんか川を越える橋が有料のが新しいバイパスで、あんまり車が通ってなくて、旧道の橋に流れてるみたいな話があったのが、ここだったかな。ただ463というとなんかね、もっとちゃんとした道というかね、所沢から、新座の花房っていう交差点があるんですけども、そこを通ってこう、浦和方面に向かうね、立派な道があるので、なんかその印象からするとちょっとここはしょぼいなという感じがありますかね。で、この先ね、まあ、とにかくどんどん進んでしまって、で、一回曲がればもうさっきの東浦和駅のところに出るみたいなので、まあ適当にね、そこを目指して進んでいきましょう。なんかすごい鳴き声がするのは、ペットショップ。ああ、そうですね。はい、この道はめちゃくちゃバスが多いですね。まあ、そりゃ Google 先生はね、バスに進めるわけですよね。なんか浦和美園駅の方が行ってるみたいですね、こっち側ね。はい、やっぱり浦和駅にみんな集まるというかね、そんな感じなんですかね。はい、だからこの、浦和のね、旧浦和市の東西の、桜区と緑区に関しては、まあ、武蔵野線とかはね、あまり、なんか考慮されずに、まあ、バスでアクセスしようみたいな感じなんですかね。なんかすごい適当なこと言ってますけどもね。まあ、バスが充実してるなら別にそんなにね、鉄道駅に近づける必要もないのでね。はい。で、今、区役所から10分ぐらいちょうど歩いてますね。まあ、35分だとすると20分歩いて曲がって15分ぐらいですかね。だからまだ結構長いですね。東浦和駅出た時は結構元気だったんですけども、だんだんまた疲れてまいりましたね。はい、もうさすがにね、まあ、朝9時過ぎからね、5時までもう、まあ、歩き詰めではないですけども、もう相当歩いてるんでね。はい、もうさすがにもうなんか全身に疲れが来ちゃってる感じです。はい。区役所を出てから18分ぐらい歩きました。そこの左の看板もちょっと小さくて見えづらいですけども、右が東浦和駅と書いてありますね。まあ、実際 Google の地図で見ても、ここがね、ちょうど東浦和駅に向かう道のようですね。で、まあ、ここからまだ歩いて15分ぐらいはかかりそうです。
はい、区役所を出てから今29分ぐらいで、もう東浦和駅のすぐ近くまで来ましたね。さっき44分のに乗れそうと言ったんですけども、1分早いやつがあと2分ぐらいなんで、これはちょっと間に合うかもしれないですね。はい結構ギリギリだな。まあ一応チャレンジしてみましょう。で、そうですね、ここは東浦和駅で、まあ、それなりにお店がある感じですね、ここはね。はい、なんか埼京線をね、なんかあれこんなもんなのっていうような駅がね、いくつかあったんですけども、ここはまあもうちょい歴史が古いせいもあってかね、それなりの栄え具合となってます。あと1分20秒あの発車時刻がね00秒じゃなくて30秒とかなら余裕があるんですけどもね。これは間に合ったっぽいですね。さすがにこの状況なら歩いても許されると思う。この電車は武蔵野線府中本町行きです。次は武蔵浦和です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。はい、ということで、武蔵浦和で下車しました。さすがにここは人が多いですね。で、西口だそうですので、まあ、そちらを目指しましょう。はい、こちらが武蔵浦和駅の西口で、それがね、目の前にあるサウスピアという建物が、これが南区役所ですね。こちら、地図にも載っていますけども、これですね、南区役所と公共施設。はい、武蔵浦和駅はね、なんかここ最近ですよね、ここはもう10年ぐらいで急にタワーマンションがね、ガンガン立つようになって、で、乗車人員もどんどん増えているような駅ですかね。もうちょい前かな。なんか埼京線とね、武蔵野線の交点として、まあもっと前から栄えてても良さそうな感じなんですけども、なんか意外とね、開発されたのは最近みたいなところですね。で、南区役所ですね、こちらがね。はい、南区の花ひまわり、元気いっぱい笑顔満開だそうです。はい、南区役所だったらね、なんか南浦和とかの方が合ってるような気もするんですけども、まあ武蔵浦和ということでね。はい、で、この時間も5時過ぎてるんだね、区役所はやってないと思うんですけども、そこの右側に入り口がありますかね。そうですね、右側に区役所と一応書いてあるので、そこまで行ってみましょう。はい、ここはまあ IT は近くてね、助かりますね。デッキ直結ですからね。なかなかまあ近いところはそれなりにありますけど、このデッキでね、直接行き来できるっていうようなところは、まあそんなには多くない気がします。あの、私がこれまでね、いくつか見てきた中だと、川崎の麻生区なんかはこんな感じでしたかね。まあでもそこよりも近いですね。で、ここが ありましたね、区役所も4から7階なので、ここはまあちょっとあれですけども、もう時間がね、もう閉まってる時間なので、まあ、とりあえずここで、来た扱いとします。
はい、調べたところ、東武野田線アーバンパークラインの大和田駅から徒歩10分ということですね。見沼区はね、なんかかなり広い印象があったので、まぁ、ちょっとね、相当離れてんじゃないかという、そんなイメージだったんですけども、思ったよりは近いですね。助かりますね。はい、まぁ、浦和が両方とも、まぁ、駅からね、だいぶ離れていて、クソ歩かされたのに対してね、大宮の方がまぁ、良心的な位置という感じで、で、今49分でこれ56分みたいなのでね、次の埼京線がね、まあのんびり行きましょうか。はい、これは E7 か W7 かのどっちかですね。3つ目ですね。現在時刻が午後6時20分、今日も日の入りが6時5分ぐらいということで、まあ、ちょっともう撮影には厳しくなってきたんですけども、まあ、ここからね、あと歩いて10分ぐらいで着くということなので、まあ頑張っていきましょう。ここは武道館通りですね。でこの武道館通りをまっすぐ10分ぐらい行くと左手にもうあるみたいですね。でまあさっきの武蔵浦和からの埼京線、それから今乗った東武野田線ともにね、さすがにこの退勤の時間帯、今そうですね、夕方なので、まあ、結構混んでましたね。はい、まあ私の混雑率実測比較だと、まあ、3割から4割ぐらいはね、通勤する人は減ってると思うんですけども、まあやっぱそれなりには混むと、まあ、大和田駅で降りる人も結構いましたね。はい、ちょっとまあ大宮駅ではね、まあ、混んでたのと、あまり乗り換えに時間がなかったので、撮ってる暇がなかったというかね、そんな感じなんですけども。で、ここはなんか古い商店街なんですかね。まあ、東武野田線がまあ結構古いので、まあそれに伴ってね、駅前は古くから発展したらという感じなんですかね、ここはね。はい、駅からね、8分ぐらい歩きまして、ようやく着きましたね。こちらのようですね。はい、これが、見沼区役所のちょっと入り口はもう少し先かな。で、そこの看板によると右側に武道館があるみたいですね。ここの通りは武道館通りという名前でずっと大和田駅前から続いてるんですけども、武道館っぽい建物がありますね、確かにね。はい、まあ、ちょっともう暗いのでね、映像がブレたりしてちょっと見づらいかもしれないですけど申し訳ない。まあ、なんとかね、6時半に終わりましたね。9時10分にスタートしたので、9時間20分かな。だいたい1個平均が、まあ、55分ぐらい。まあ、だいたい、どこ行ってもこんぐらいになりますかね。はい。で、そうですね。もうありました。見沼区役所。いやー、これで10カ所全部、制覇しましたね。だからなんだと言われればね、それまでなんですけども、今日一日でね、徒歩と鉄道のみで、埼玉市の区役所、これにて、無事達成でございます。はい、本日の業務は終了いたしましたですね。はい、これはアルディージャのキャラクターかな。まあ大宮市、旧大宮市のところなのでね、まあこんな感じで、はい、正面は武道館ですね。はい、では、ご視聴ありがとうございました。